台湾鉄路管理局 EMU300 型電車は台湾鉄路管理局の自強号用交流電車である。西部幹線の自強号は長らく EMU100 型によって運用されていたが、慢性的混雑のため増発することとなり、1987年に製造した EMU200 型に続き、イタリアのソシミ社のミラノ工場にて1988年に製造され、 1989年より運用開始された。EMU200 型と同じく制御電動車2両、付随車1両の1編成3両で、車内設備等も EMU200 型と同様である。8編成計24両が製造された。最高速度を EMU100EMU200 型よりも 10km、向上して 130km としたことでより、 高速な運転が可能となり、初の営業運転では、台北高尾間を3時間47分で走破する時刻設定が行われた。これは、後の E1000 型自強号の最速達列車よりも早く、テム2000型、広しゆう号が、西武幹線前線に投入された2016年4月まで最速記録であった。しかし、組織者の倒産により、予備部品の確保が困難となり、 状態不良者が出始め、1993年には2日間連続で脱線事故を起こすに至った。原因調査のために全車の検査を行ったところ、台車に亀裂が発見されたため、台車の更新が行われるとともに、最高速度も 105km までに抑えられた。その結果、運用区間も台北近郊の区間に限定されることになった。1997年には、 問題の多かった台車を交換して安全性向上を図った。2008年からは手動ドアであった乗降口の自動化をはじめとする接客設備の更新を開始し、2011年までに全車の作業を完了した。2015年現在も臨時運用を除いては高尾まで乗り入れる運用には入らず、主にキールン消火管の自強号に使用されている。 2021年4月21日より、故障多発により全編成が運用を離脱し、定期運行を退いた。3両固定編成。制御電動車パンタグラフ付け中間電動車制御。電動車現在は2021年4月21日に、故障多発のため、運用から退いているが、検査の上、今後は繁忙期の臨時列車や団体列車で使われる予定である。 七時無断所属。キールン、トナンマを定期列車として運行していた。ありがとうございます。